本日の F パークは初登場ルーキーの奈良間大輝選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。緊張してます。なんか緊張してるっぽいけどなんかこう人見知りなだけで、はい、実はこうね、はい、もちろんあの画面でいつも私見てますけど、ね、あっちが本当の姿ですよね。ですよね。そうですね。なんか優しい。本当は人見知りなんですか。いや、だいぶ人見知りですね。はい、でも打ち解けてくると。そうですね。はい、ガンガン試合中のあの姿やるんですね。そうですね。一丁締めの姿とか見てますからね。一本で締めさせていただきます。手上でいきます。よーい、イエーシ。今日も奈良間選手の全てを僕らがさらけ出したいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回インタビューされるにあたってウィキペディア調べたんですよ、はい、奈良間大輝でしたらすごい数字が出てきて、はいはい、高校時代静岡県大会最後22打数18安打、うん、8割1分8厘って、ね、野球の数字で初めて見たんですけど結構振ればヒットって感じだったんですか。まあ、そうですね。だいぶ、はい、それで注目が集まって甲子園でもね、うん、ものすごく活躍して、ね、ついたあだ名が静岡のジーターです結構メジャーリーグ見ます。いや、全然見ない。全然見ない、はい、やっぱり体結構ちっちゃいじゃないですか、はい、でもやっぱりあんだけ満振りして打球も飛ぶし、なんかそう言ってちっちゃいからって言って結構こうコツコツじゃなくてしっかり振ろうみたいな、そういう意識があるんですか。いや、多分器用じゃないんで、なんかそういうコツコツがなんか自分にとって難しいって感じですね。もう、そうっすね、思いっきり振るだけ。そうっすね、はい。まあ、ですけど、うん、僕見てて2ストライクまでは思いっきり振るんだけど、2ストライク追い込まれたらもう粘って粘って、この前もね、うん、ノーヒットノーランされそうな試合で東投手から、うん、でもあれも2ストライク追い込まれてカーブを思いっきりなんか拾ったっていうね、表現が正しかったですけど、ツーストライクからすごいバッティング変わるじゃないですか。やっぱ自分的には出塁率とかがやっぱり大事になってくると思うんで、なんかやっぱり今も三振は多いですけど、あそこをやっぱなんとか自分でも変えたいというか、追い込まれてからは、まあ、自分の中では K だというか、うん、っていう意識はまあありますね。コンパクトに、そうです、はい、スイングを短くして、はい、アジャストしていくって感じなんですか。そうです、はい。守備では何かプロの違いというかすごいなと思った部分って感じますか。まあ、守備は本当に最初本当に壁にぶち当たったというか、うん、本当に取って投げるだけでアウトにならないというか、ランナーのスピードとか打球のスピードとか、ね、はい、違ったんです。結構きつい時はありました。どう変えていったんですか。いや、もう足を動かしたりポジショニングだったりっていう、まあ、技術面もそうですけど、まあ、考え方も変えていってって感じですね。今までこうアマチュアからプロに入るまでに、やっぱプロ野球選手の映像とか見るじゃないですか、はい、で僕は子供の時から古田さんみたいになりたくてずっとこうプロ野球選手でキャッチャーで目指したんですけど、奈良間選手ってそんな選手います。守備で言ったら源田さんみたいな、滑らかじゃないですか。滑らかだし、もうアウトにできるやつは全部もう簡単にアウトにするし、そういうやっぱ自分はまだアタフタしちゃうんで、あのそういうもう滑らかにプレーしたいなっていうのはあるですね。1軍と2軍の差って感じます。一番分かりやすいと思うんですよ、今初めてのルーキーの年なんで、まあ、ストレートの質というか、あとはまあファームだったら打球方向ある程度自分の中で決めてそこに打ちに行けるんですけど、やっぱりストレートが質が違う分なんかそれがうまくいかないというかっていう感じですね。ファールになったりとか、一軍のピッチャーはね。プロ野球って6ヶ月あって同じピッチャーと何回も対戦するじゃないですか、はい、で同じチームと同じキャッチャーと、はい、そこでいろんな対策されてきてるなって感じはしますか。まあ最近になってそうですね、それはちょっと感じるところがあるというか、まあ、高橋光成さんから打ったホームランが一番印象に残ってますね。2打席目ぐらいに全部全球インコースに、はい、で高橋光成っていうピッチャーが全球インコース攻めることってほぼないんだよ。僕もたくさん見てましたけど、うんうん、でも奈良間選手に座ったってことはやっぱ奈良間選手のこと認めてってことなんですよ。でそれを見事に弾き返して、であれ狙ってたのって言ったら狙ってたのって、狙った球を仕留めるその技術はさすがだなと思いました。向こうのエースピッチャーですしね。なんか本当に悔しかったというか、なんか
舐められてるじゃないですけど、なんかそれで抑えられるのかと思ったんで、まあ、ここでこの球を弾き返さないと、まあ、一生そこ攻められるなと思ったんで、そうですね、そこは狙ったというか打ち返したいっていう気持ちは強かったです。そこすごいですね、思惑通りしっかり僕の場合ですよ、そこ攻められたら、あ、この球をここ打てないからここ我慢しようと思ってたんですけど。なんか伊佐さん他に聞きたいことは、はい、ちょっとチームメートとの交友関係について聞きたいんですけど、僕も聞きたいわ。ね、あの高校時代に吉田輝星投手とか筧、はい、投手と一緒にジャパンやってますよね、はい、実際プロになって同じチームになってみてどんな感じですか？いや、プロ入る前に本当になんかいろいろ寮のこととか教えてもらって、まあ、入りやすい環境であったっす。あ、知ってる人がいる分馴染みやすい。とはいえ同期会とかするの？いや、まだしてないですね。まだしてない。オフにじゃあ誰か、こういうそういうね、結構だって確かに同級生いますよね。野村、万波、吉田輝星、田宮、柿木、矢沢、金村。そうですね、だいぶ多いですね。でしょ、これ誰が店の予約とかやろうぜっていうタイプの、この中。いや、万中か J だと思うんです。一軍で活躍してて、ある程度自分自身にもこう流れが分かってる感じのやつらがやるんですね。はい、そうです。逆に仲のいい先輩は、もうゴーさんとか結構本当によくしてもらってるというか、本当にご飯とか誘ってもらったりとか、まあ、そうですね、まあ、試合中もこのピッチャーに対してどういう対策で言ってますかとかよく聞くことが多いですね、はい。まあ、自分が代打出された時とか、うん、やっぱりなんかちょっと代打出さないんじゃないかなっていう不安の時もまあ僕もあるんで、まあ、そうじゃなくてやっぱ自分が絶対このピッチャーこうやって打つんだっていう思ってネクスト迎えみたいな感じ言われたり、本当なんかいい経験をさせてもらってます。メンタルも松本剛がね松本剛もそうなったのかな、ね、僕らしくて松本剛はそんな感じですか一緒にやってた頃は。そう、一緒にやってた頃はこの時点でまだねシーズン数試合残ってますけど、奈良間選手のルーキーイヤーとしての自分へのこの評価っていうのはどんな感じなんですか？うん、本当に前半戦が自分的に本当に悔しい結果だったんで、まあ、今本当に自分が出せるものは出せてるかなと思うんで、それはやっぱり前半戦からできなかったっていう、まあ、悔しさを持ちつつ、まあ、そういう経験があったからこそ今があると思うんですけど、まあ、今のところまだ悔しさは強いって感じですね。まあ、でもキャンプ中からね、はい、すごくアピールして、うん、これもう一軍で僕レギュラー取ってもおかしくないなって思ったんですよね。まあ、でもそこの中でやっぱプロの壁っていうのはね、はい、自分の中で感じたでしょうし、やはり来年ね、まだ来年からまた活躍しないといけない選手なんで、はい、来年へ向けてこういう風なところを強化しないとなみたいな、1年間戦った上で、まあ、まず本当に残り、まあ、ちょっとですけど本当に出続けないといけないなというか、まあこのまあ、今でもまあちょっと出て出続けさせてもらってるんですけど、やっぱりちょっと波がある時期とか波があるカードとかあったりしたので、そこやっぱり一定にするというか、ある程度なんかダメでもヒットを一本出せたりとか、そういう波をの幅を少なくしていきたいなと。まあね、それが本当レギュラー取る選手ですし、はい、将来的に残したい数字とか、うん、取りたいタイトルみたいなものってありますか？将来的にですか？まあ本当3割は絶対行きたいっていうか、まあ、ホームランも、まあ、2桁毎年打てるような、まあ、そんなホームラン狙って打てるバッターじゃないですけど、まあ、そう2桁ぐらいは行きたいかなっていう感じです。ってことは3割10本でレギュラーってことは盗塁は30個ぐらいしかダメだからねしたらやっぱりこう1番だよ ね、はい、1番バッターでやってほしいなと思いますので、バッティングも守備も走塁も、なので3秒揃ったねファイターズを代表するような選手になってもらいたいです。まだ奈良間選手のこと分かんないファンの北海道のファンの皆さんたくさんいると思いますので、はい、一言自己紹介があったら今後への意気込みをカメラに語っていただければと思います。はい、ファイターズ1年目の奈良間大輝です。今シーズンは残り少ないですけど、チームの一員として勝利に導いていきたいと思います。頑張ります。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。本当すいません、視聴者の皆さん、まだまだこんなもんじゃないですか。いや今ちょっと素が出ましたね。いやもうちょっと引き出せなかった僕ら。奈良間選手の素を一発芸とか持ってます？めっちゃめちゃ無理プロ野球って怖いね。実は持ってます。
いやいや、まあ、大学時代いっぱいやってきたんですけど、いやちょっとできないですね、ここでは。できないですか。鶴さんいないと思っても大丈夫。いやいやいや、ちょっとまだ取っておくのをまだ考えていきます、はい、取っておきますか。じゃあ来年また、来年またね、いいところで、はい、させてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。頑張ります。お願いします。